ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢八幡 TV。 本日、歴史と言いますかですね、本日西成へ行ってきました。大阪のドヤ街です。それとちょっと、昨日エドピアフの愛の参加、完全燃焼しませんでしたんで、再度取り上げてみたいと思います。西成警察署です。もうえげつないです。動画見ていただいて分かりますように絡まれました。普通店の中で動画撮ったりするのはいかんでしょうけども、普通歩いてるところで誰の許可得てるんや言ってですね、絡まれまして、まあ薬剤は思いますわ。もう文句言うだったら何も用しまへんやろ。いつでもやらせてもらいますよ。私はこんなもん酒飲ましてもらいますね。まあ分かりやすい街です。でも犯罪っていうかですね、まあなんか西成に隠れ住んでるやつとかおると思いますわ。まあ指名手配で逃れたとかね。それともう薬の巣窟もあります。非常にどう言うていいんですかね。闇ですね、世の中の。でもまあ分かりやすいです。みんな、腕っぽしだけ自分強いことが合うから。あのね、システマティック、まあ空手も大したことないですけど、ボクシングのようにきちっと技術を習得したらそんな喧嘩なんか絶対負けませんからね。もう一瞬で終わってしまいますわ、ほんまに。やったらもうまたそれもうやっこしいでしょ。警察行ってどうのこうの説明するの。だからまあ僕はもうこれもう持ってもあかんらしいからね、今。まあ困ったもんです。向こうから突然できたらとことんやらせていただきますけどね。まあそういうことです。で、西成警察から新日本大阪事務、これも何年ほど前に、鈴木太一会長亡くなったんですよ。僕お世話になっとったんですけどね、新日本大阪事務というのがありまして、これはですね、ジャリンコ知恵のヘルボクシングクラブのモデルです。要あのハットかぶれてこうちっちゃいのとヤクザとこう出てくると思いますけれども、これ鈴木会長です。でですね、東京に西日本木村事務というのがありましてね、これがもうすぐ裏世界で申し訳ないですけど、住吉連合会のとまあまあその興行誌の中田なんでね。ほんでみんな後楽園ホールとかそういうチケットのまとめ役を木村七郎会長がやってはりまして、それの大阪師匠っていうかね、そういうことで新日本大阪事務新進新進言うんですけども、それで有名やって、今は事務やってた事務の選手やった子がですね、川島長野の方に権利こうでそこでやってると思います。でもなかなか選手作られへん思います。難しいですよ、プロの腕は。そんな簡単なことないですよ、ボクシングはね。でみんな好きでやるんですけども、お金もかかります、プロですからね。ということですね。今の井上尚弥選手みたいなのはもう億に一人ですわな。何億に一人って言っちゃいますか、あんな選手出てくるのは。いや、僕はもう中学の時の村田亮太の面倒見ましたですけどね、やっぱり彼らでも頭打たれ、ほんで、あれなんですよ、東洋大学行きましてね、南京都高校から、頭悪かったからね、南京都掘り込んだんです、私らがね。ほんで、東洋大学行って、それで、北京オリンピック出れなかったんです。なんでか言いましたら、ソ連が崩壊しましてですね、ウズベキスタンやカザフスタンいうのがアジアに入ってきたわけですわ。だから、昔のアジアの代表と今は全然レベル違います。違うんです。で、入られずに、私聞きましたけど、赤羽の方でですね、あのフェイシングの人に、どうも村田はウズベキスタンへ、まあ、あれ
強化選手やからただ今あいつものすごい硬いとこありますからね、お金に対しては。まあまあお父さんとお母さん離婚してもともと高本を言ってたんですよ、残日は思いますよ、うん、でそれで村谷に代わってお母さんが学校の先生やってね、ほんでうんと変わって上上がっていったということで、ロンドンオリンピックの前にですね銀メダルを取ったんですよ。もう僕アマチュアボクシングはよくわからんのでそのトップの方で、銀メダル取って、おいひょっとしたらロンドンで金メダル取るかもしれんな思ったら金メダル取ったと。でもうやめるんかな思ったら今あいつね、あのフジテレビのキャスターをなる条件を得てあいつプロになれよったんです。非常に硬いやつですよ。せやお前覚えとるよ、お前そんな人生甘ないぞ。まあそういうことなんですね。でこれでまあうちのお世話になった会長で、私新興ジムで新日本、寺田町のところのジムの、まあ、富津正さんが出たジムの私マネージャーしてたんですけれども、その後自分のブランドやりましてね、これ生地がもう中国の価格を破壊でもうどうもならへんようになって、でお金なくなってですね、嫁さんは金の切れ目は縁の切れ目で逃げていきましたんで、でまあまあここでお世話になったって、もう何年かやりましたかね、うん、うちの親が堺におりましたからそこから通わせていただいたという思い出の場所です。まあ、よーけ悪いやつおります。さあ、お前いつでもやったらどこら言うて、ほんで腕っぽしが負けたらあいつは何もできへんのです。ということで、今日はここ、西成警察から新日本大阪事務、あっとこですね。今は川地長野に行ってるに、もうこの県に行こうて行ってると思いますけれども、全然政治出たいの聞けへんですね。まあということが一つ、ここの昨日の流れでした。で、一昨日がエディト・ピアフについて、歌ったんですけれども、もう一つですわな。今日もう一回歌いますね、今日は。うん、で、エディト・ピアフのは1915年から1963年、私1959年の生まれですからね、まあ、もう生まれてすぐ亡くなったということですね。どうも、売春宿で育ったようですね、これ。で、イタリア系の母親とアルジェリア系の父親なんですよ。で、ちっちゃいです。150なかったんちゃいますか ?150 以下のせいで。そんなべっぴさんでもないですけれども、非常に魅力のある人です。非常に。で、歌声ですね。全然ちゃいますからね。もう今聴いても全然違うんですよね。やっぱり大好きです、私はね。で、こういう大きい人生でしてね、言うもんだね、枯葉なんか踊ってる、ラフユーモクとね、枯葉の言うもんだなんかももう、恋人で彼を引き上げたのは、まあ、エディト・ピアフです。で、まあ、いろいろな、こういうのも、こういう大きい人生なんですけども、一番、大事というかですね、これ、マルセル・セルダーでミドル級世界チャンピオン、これと不倫の恋に落ちるんですわ、不倫の恋。ほんで、ジョン・サリバン賞なんかもう8回もう出てますからね、ピアフ。で、と、アメリカですね、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカで仕事してる時に来て言うて、マルセルを呼び寄せたら、1949年、飛行機事故でセルダンは亡くなるわけです。不倫ですよ、不倫。関係ないやつの不倫みたいなね、そういう人生で、そこでできたのが愛の三角です、フランス語で言ったらイヌアモールです、うん、ということでね。で、そういう私はですね、加藤時子さんおられますわね、加藤時子さんのお店っていうかお父さんがなんかやってたやんと思いますけど、南田の向かいにですね、まあ昔北田だったらしいですけども、北田の横のところのですね、最上階にキエフいう、これ彼女は共産主義者ですからね、うん、キエフいうお店がありましてですね、そこで、加藤時子さんがですね、
書いたエディト・ピアフの人生というのを私読んでですね、今でも記憶に残っております。それでですね、愛の讃歌をですねもう一回今日歌いますから、ね、ちょっと飲ましてくださいね。ですからセルダンが飛行機事故で死んでしまったと、でそういう歌なんですよね。これ全てを捧げるとあなたがそういうのを全てしますよと、それで一緒に死にましょうというような歌なんです。だから、岩谷時子さんの訳詞、ご主人吹雪さんの愛の讃歌、あれは嘘800ですということですね。なら今日歌いますんで、ちょっと待ってくださいよ。いきます。イナモルです。ルーシエルブルースヌブセフォンドメールエラテラン、プビアンセクレープマボールトゥシチュメムジュムフーデュモンダンティエダムカラムイヌホドレメマタンタグモンクーハフレミアシテメプマボールトゥレプロブレムモナムピスクチュメムジレジスコディモンドジムフレタネラブロンドシチュムルドマンデジレデコラシャラジュンジレフォレラフォルチュンシチュムルドマンデジルニエンマパトヒージルニエンメダミシチュムルドマンデオンプビアンリルドモアジフレナンボトコアシチュムルドマンデフィアジジューラビタカシャモアスイチュームクチュスワルワヌモアプマボールトゥスイチュメムキャルモアジュームヘオシヌゾウプぬれてるにてダルブルドツルマジテダノシエブリドプロブレムモナムコアチュコンセムダダ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 ジュハユニスキセム。最後はですね、これジュレユニスキセムの、お互い愛し合う者は神は導いてくれるんですっていうふうに歌ってるわけですわ。これも大変ですね。私も26ですかね、恋に落ちましてですね、で結婚しよう思ったら女の子被差別ブロックやったわけですわ。これほんまにえらお金持ちの人でしたですよ、奈良の人こうやったけどね。あそこ今の前川喜平のおりましたろ、あれ被差別ブロック人ですからね。前川製作所いうのは、こう牛をですね切る機械とですね、ほんで冷凍する機械の息子です。あれですから、五世の室を言うたら、あれ差別部落です。よく覚えておいてください。だから、全然関係ないんですけどね。で、東大出てるんでしょ、あれ。わしはもう立命館しか出てませんけど、あんま変わりへんやないですか、頭。ということなんですよね。非常に人生いうのは、
どういう大変ですか。うまいこといきませんわな。いや、山あり谷ありですね、亡くなったおばさんに言われましたわ、上り坂と坂、下り坂とまさかの坂があるんやでって言われたんですけどね。まあそういうことでまさかの坂ですわ、もう親取るんか女取るんか言われたら、やっぱり一人息子なんでね、私もう親取った次第ですよね。まあそういう人生があります。ということでですね、まあ加藤時則子さんの店でですね、キエフで夏になったら上のどういう上でですね、ビアホールみたいなのもやってはります。冬の時は一個下でですね、まあボルシチも大したもんはないかったけどね、まあだけど雰囲気は楽しめれるんちゃいますか。で彼女は加藤時子さんは素晴らしい方だと思います。本日はここまでさせていただきます。今日から江別さんですね、ちょっと江別さん行ってですね、行ってこようと思っております。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、全然増えません。頼みます。1000円以下な、過去つけへんやないですか。はい、お願いします。